X のなんか、ライトニングバージョン。ライトニングバージョンや。あれじゃ見たね、今。落下してったの見えへんかった？あ、来たー。いるんだよ。いやー。ジャンプ。もたついてますけどね。ジャンプ。はい、はい、お見事。入ったー。入ったー。エキス。あ、え、何してんの、フライさん。なんか投げてきてるぞ。どこにいる？あ、オッケー、当たった。あ、寝てるわ。もう今日ここで止まるわ。こいつと。仲間意識すぐ芽生えてるやん。じゃあ前回ワイバーン死んじゃったからさ、今回はアイスワイバーンの卵を盗みに行こうぜ。あ、行ってないわまだ。歯抜けのとこだ。そこだけ行ってない。ワイバーンがいるそこに。え、もう見つかったです。誰が？僕が？やばいです。ファイヤーです。ファイヤーです。私です。なんでそんなとこにファイヤーいたん？なんかね、捨てごと戯れてた。リモル頑張れ、リモル、リモル頑張れ。え、死んだ？リモル死んだ。え、ほんで私はドライブに追われてる。うわー、飛ばされた。ちょっと待ってな、迎えに行くからな。ちょっと待って、ファイヤー、ファイヤーまだ来てる、まだ来てる、まだ来てる。ファイヤーまだ来てる。ファイヤーを味方につけたか。あ、え、ほんでとどめ、ファイヤーワイバーンかい。ちょっと迎えに行くわ。そしてどうしよう、序盤からこれか。ありがとう。背中に乗って。ありがとう。よし、じゃあ案内して。あ、はいはいはい、バーが見えてきました。じゃあこの辺で。ここに降りるわ。フェザーライト、あ、生きてたんだ。あ、私の肩に乗ってたやつ。え、なんかいるで、ほら目の前にいるで。あ、狩るの狩るの。ちょっと襲われてるやん、あのケンジいっぱい。どうなってんのさ、ほらもう囲まれてるで。オレンジです、オレンジです。レベル3のオレンジドライブにやられちゃった。さあ行くか。何を乗ってくんの？ん、フライドさんの相棒2だよ。あー、ミクロラプトル。うん、ミクロラプトル意外と今までの歴戦の戦いに生き残ってきよったからさ。前回に至ってはさ、レックスの猛攻を退けたからな。あー、今日は初っ端からついてないな。うわー、どうしたどうしたどうした。またワイバーンだよ。マジで、なんでそんな一度狙われたらとことんなん。なんかすごいでかい影が見えてる。あー、やっぱりちょっとやばいんじゃない、やばいんじゃない、やばいんじゃない。蛇行運転で回避。何してんだよ。あー、逃げ切った。あー、よかったな。さすが歴戦の勇者、さすが。で、拠点帰ってますやん。もう自分で取りに来たで、毛皮の上。毛皮だったね。え、それ持ってきてくれてんかった？持ってきてなかったね。どっちみちじゃ自分で取りに行かんとあかんかったんや。ごめん。さあ、いよいよ真ん中の中央部の雪山に入るわ。うん、これ、これユーティー？あ、私が見たユーティーな、まだ生きてんじゃん。あ、押されてる。うわ、めちゃくちゃ怖い。なんかめっちゃ投げてる。うわー、大戦争勃発。うわー。あ、ユーティー一人で逃げた。ていうか、ここにユーティーいるんや。雪山だからね。あれ、アルファマンモスと、なんか戦ってるぞ、誰かが。すごい。アルファマンモス、巣の赤。多分、ワイバーンの巣の場所までは近づいてきてると思うね。何か感じる。うわ、やばい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 、死ぬ。体力やばい。何したの？あ、やばい。高品質の毛皮装備いるわ。あれは何だ？そりゃ、堂々じゃん。レックスのなんか、ライトニングバージョン。ライトニングバージョンや。出た。しゃ、攻撃してる。割れてるね。あ、その隣メガテリいる。あ、じゃあ。めちゃくちゃしてるやん。うわー、メガテリもやられる。コレクションの一つとしてジャッキングするか。ポイズンが持ってるんだよな。そう。あれ？あれ何？ユーティーだ。あれユーティー？もうじゃあもう全員一緒にいるじゃん。すごいね。そこは罠立てよう。とりあえず入れられるもの全部入れよう。どうする？こっちにはユーティー。いや、ユーティー近。で、こっちにライトニング、レクシー、どうぞ。あ、レクシー、久しぶりの。なんかここ遺跡なんだ。あ、そうなんや。ここまで来ればめっちゃ平和だよ。ほら、パラちゃんしかいないし。じゃあここにしよう。ここまで来るかな。この雪のところにしよう。ここ。うん、そうしよう、そうしよう。うん。じゃあほら、岩もあるからさ。これ飲み水もあるよな。あ、そんなところ。え、あれはまさか。あー、ミクロラップルの。オッケー。危なー。向こうの方から。やってきた。お肉でいいですよね。あれ？違う。木の実。じゃあちょっと木の実あげてみるわ。でもアルゲンも肉だからね。あ、なんか襲われてる。頑張れ。ウルフに襲われてる。危ねえ。ダイヤウルフも。ゲームする。ゼノキュビにいける？ちょっとやってみるわ。あ、よーし。うん。ゲームできた。やばいやばい。近くにユーティーが来た。ユーティーが来た。ちょっと待って、まだ。ないよ。めっちゃ逃げてるんやけど。うん。ダイヤウルフも完了。増えちゃってんけど。所有物が増えちゃってんけど。いつの間に？
と段差があるんだけど乗れるかな。なんとかなる。引き上がってくれるかな。じゃあまずユーティから。え、単独で。来たで。はいはい、まだ見えてないけど。あ、来た。いるんだよ。ジャンプ。もたついてますけどね。ジャンプ。はいはい、お見事。入った。入った。飛ばされた。よかった。入ったよ。じゃあまずはユーティから。何レベルだろう。わかんない。寝かせよう。まずね。まず寝かせよう。あ、もう寝たってことはちょっと低いぞ。おぉ、レベル3ぐらいじゃねえか、また。どうだ、どうだ。19だって。おぉ、微妙やな。やっぱりここ、全体的にレベル低いぞ。じゃあ肉入れるな。うん。あいつ見てくるわ。どうぞ。労働歴史。今日調子いいぞ。すげえ調子いいぞ。そういうこと言わない方がいいよ。調子乗ってるってことだから、イコール。気を引き締めないと。あれ、姿がないじゃん。落ちたんじゃないの？滝壺に落ちた？滝壺。あれじゃん？見たね、今。落下してったの見えへんかった？見えた。上から撃とうか、じゃあ。ほら。ほら、落下してるよな、これ。ほら、流されてんの？めっちゃ流されてんじゃん。バカだな。自力で登った。まだ暴れてる。もう、その川の、あ、ユーティー起きたよ。え、マジで？どうするこれ。これどうやってテーブする？打とうよ、上から。打ちたいんやけどさ、上から、ここ、うん、あれなんだよ。ドライブがいるんだよ。よし。やばい。やばい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 。どうした？レーザーでこっち狙ってきてる。え？あ、ドライブ下にいるね。いるやろ？うん、いる。堂々歴史ってやり合ってるわ。ちょっとドライブを倒してもらおうか、堂々に。歴史に。ああ！え、何してんの、フライさん。溺れた。なんでなんでなんでそんなことしてんの？やばい。溺れた。ああ！グリフィン死んだよ。やばい。なんでだ。レッドドライブだって。あっ、堂々歴史死んだ。グリフィン。うわぁ。ちょっとな、調子に乗ってさ。何してたの？隠してしまって。バカじゃないの。でも、堂々歴史死んでるね。死んじゃった。グリフォンも死んじゃった。じゃあちょっとさっきのミクロラプトル取ってきますね。ああ、ほんとだ。調子に乗ってたわ。だろう。調子に乗っちゃいました。そういう時は一番フライドは危ないんだよね。わあ、最悪だ。欲しかったのにな。つっても欲しかった。うぅー、またや。なになに、またトライブのやつが。とりあえず逃げて、迎えに行くから。挟まった、恐竜に挟まった。ごめん。どうした？フライドミクロラプトル死んじゃった。マジか。じゃあ僕どうやって帰ったらいい？フライドさんに乗せようと思ったのに無抵抗にしてなかったな。うん、してなかったわ。大事なもの渡すし、死んで、寝袋に戻るわ。ちょっとこっちに迎えに来てくれる？あ、誰か泳いできたよ、早く。はい、はい、はい、オッケー。もうオッケーです。拠点で待つ。ほら。来た、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 来た。来た、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 来た。じゃあ対岸まで泳いで。あ、でもライズさん、ここにディモルのでかいのいるよ。マジで？じゃあそいつ、そいつテープしてかけろ。でも、川ぽちゃするよ、多分。そうかな。フライドさん泳いでる上に。あ、追われてる。マジで？銃使いに追われてる。いや、一緒に並走して泳いでる。ひょっとして。うん。なんか投げてきてるぞ。どこにいる？オッケー、当たった。当たった？当たったぞ。寝た？寝たんじゃない？ちょっと見ていて。どこどこ？その下だよ。こっちこっち。もっと、もっとこっち。あ、寝てるわ。あ、死んでる？あ、寝てる。こんなとこで。やった、レッドや。レッドでやった。レッドさんの肩きた。よし、ついてこい、レッド。あ、まあまあ体力ある。私の発射すごかったで、ね、すげえな。こいつはいいぞ、ほんまにこいつはいい。リモルどこ行ったんだよ。もうそいつこそ連れて帰れないぞ。私モンボンもう2つとも使っちゃったぞ。もう今日ここで止まるわ。こいつと仲間意識すぐ芽生えてるやん。あー、やばいぞ。フライドさんあんまりこっち来ない方が。いた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 。ほら。いた。これだ。あ、そう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 。持ってない、僕持ってないわ。わかったわかった。こいつつかめへんの、これで。川の上にまた飛んでったじゃん。ディモルさ。あ、つかめた。マジで？ほら。よかったやん。必然的に私にディモルに乗って帰ってこいと。スイーン。さっき帰る気やぞ、あいつ。スイーン。こいつ檻の中に入れてくるわ。はい、これほら。で、その後グラムさんを迎えに来るわ。すごい、すごい、寝た。寝た？うん。どんな岩陰でやってんの？すごい詰まってたんだよ、ここに。よし、はい。帰るぞ。なんでこれでいつも帰るんだよ。よし。なんでいつも結局ディモルで帰ることになるんだよ。よし、帰るぞ。なんだよ、この悪循環は。